ねえ、ちょっと、俺ゲームの音出ないんだけど。なにこれ？ゲームに音がない。ちょっと待って。あ、マナーモードになってたんだ。はい、どうもありがとうございます。今日なんですけども、新しく iOS で出た新作ゲーム、マリオカートツアーってのをちょっと、マリオの実況とかをしているわけではないんですけど、まあちょっと、ね、新しいもの好きということで、まあちょっとやったんだけどね、少し遊んでいったらいいなって思います。ドンキーカップまでは終わったのか。一応ね、星5個で、まあポイントもしっかりと取って、まあこれ、移動中の電車とかでやったんですけど、おとなしでやりました。今回からね、ヨッシーカップ。まあまったり、はい、遊んでいきたいと思います。で、一応キャラクターがですね、キノピコと、ピーチ、ゲットしました。そんないいレアリティじゃないでしょう。多分だけど、このピンク色の虹色みたいな色が多分人気なんだろうね。俺でそんないいカードは出てないと思う。あ、とても早いが今からできる。とても早いにしよっか。初めてのとても早いだな。で、最初多分ボットだよね。これ時々本名の人いるんだけど、これボットですよね。マジで本名いるんだけど。一応操作性がですね、意外と難しくて。一応僕ドリフトでやってるんです。全然曲がれないの。ぶつかっちゃうんだよね。あ、スタートダッシュするの忘れちゃったよ。こりゃいかん。で、このドリフトうまく使っていきたいんだけど、あ、このステージ知ってる。これ、ここでショートカットできるんだよね。スイッチであるわ。スイッチのデラックスであるわ。これ使おっか。あ、なんだかんだ1位。まだね、俺曲げたことないんだよね。センスかな。センスがあんのかな。相手ボットだからかな。で、とりあえず、おいしょ。あー、曲がれない、曲がれない、曲がれない。うーわ、最悪。え、まだ1位だから大丈夫だよ。あ、ちょ、待って。食われる。でね、ドリフトがね、なかなか、やりづらくて。あ、死ぬ。めっちゃ必死になっちゃうわ。これ、どっちがいいの？ハンドルとドリフト。個人的に慣れたらドリフトの方が絶対早いよね。ただ、ドリフトからのドリフト？慣れてないときつそう。で、ちょっと間違えてハンドルを切るとこうやってぶつかってしまう。焦らないようにしよう。やばい、曲がれない。全然曲がれない。緑コーラか。緑コーラ来たやつに当てたい。これ後ろ見るさ、余裕なくない？指一本しかないから無理なんだけど。あ、でもいい感じじゃないですか。このまま、この調子でいったら、とりあえず後ろっと行って。この調子1。あー、後ろブロックできるアイテム来なかったね。コインちょっと心細いな。何も来なきゃいいけど。あ、危ない危ない危ない。これがきつい、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 これさっきここで抜かれた。これきつい、これきつい、これきつい。まずい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 。やーばい！いや、ダメか。あー、やばい。いこう、うんげ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 。頑張れ、頑張れ。ちょっと行こう。もう ここはもう無理やり無理やりいけるか。あ、いった。下手くそ。でもまあ勝ったっちゃ勝った。おー、難しいよ。操作難しいよ。でね、こうやってね、レベルが上がるとね、最後もらえるポイントも増えるんでね、まあやればやるだけね、強くなれるみたいな感じですね。リベンジしまーす。さっき負けちゃったの悔しいのでリベンジしまーす。初負けですよ、初負け。まあ、2位とか3位はあるんだけど、毎回ね、一応星は5個だったんだよね。残念だ。悔しい。今回1位でな、折り返したいな。もう1回も抜かしたくないね、後続には。いや、ちょっと弱い、引きが弱い。あんまりアイテムの、え、なにこれ、え、なにこれ、こんな道知らない、初めて見た。待って、初めて見た、なにこの道。こんな道があったの。あ、キノコか。あ、なんかまた浮いた。キノコなんか直線があったから直線使おうか。ここだね。ショートカットがね、難しいよね。あ、てか圧倒的1位だよ今。この調子でいけば勝てる。まあ青コーラとか怖いけど、
バナナか。バナナ一応ガードで持っとこっか。これアイテムを取り直すとさ、絶対使わなきゃいけないから、これ俺使ってなくても、こうやって捨てちゃうんですよ。これがちょっと厳しい。もう引きはハレコインだ。こうなるから引き直すの嫌なんだよな。で、先ほど覚えた。裏道から行く。よし、よし、よし。バナナ2個、オッケー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 、いい。そして1位のまま来てる来てる来てる。来てるよ、これ。ウェイ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 、勝ったんじゃない？勝ち。よーい、いいね。最後コーラ当てられてもどうということはない。気持ちいい、気持ちいい字だ。ぷくぷくラグーンだって。これ 3DS のステージだよね。このステージ好きだったなぁ。 DS のゲームが一番やったわ、マリオカートって。ちっちゃい頃友達と集まってさ、あのカセット持ってなくてもできたからね。よくやってたよ、青春時代だよ、いわば。 DS 持ってる人はとりあえずマリカしようみたいな。マリコしたことない人いないでしょ、あんまり。昔の人で。僕今、年は、前の20なんですけど、前の20、プラス4歳ぐらいで。で、多分僕と同い年ぐらいの人とかは、もうみんなやってたよね、これね。走りやすいもん、慣れてるから。よし、この道。いい道だ。こんな道あったっけ、でも。今なんか普通に選んでたけど。こんな道あったっけな。ナイス。これ使ってショートカットしようか。完璧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 。よしよし。あと一周、あと一周。ちょっと後続にさ、開けてるか。ちょっと開けてるね。280度後ろ見るのなかなかセンスいるよな。難しいよな。この隙間。ワカメの隙間通って。曲がれない！全然曲がれない！危ない危ない危ない。ここむず。あ、いいや、また左から行こう。左の道。でもここさ、バナナ置いとくとさ、後ろ絶対当たっちゃうんじゃない？なかなか避けれないんだ。あれ、俺今何引いた？アイテム引いたはずなんだけど。なくなってる、いつの間にか。あ、でも勝ちだ。おいー。ねえ。やっぱ走り慣れてるコースはいいね。知ってるから、道を。何これ、レースでもらえるゴールポイントがアップ。あー、最後のポイントが増えるの。ルビーももらいました。今10連したくて課金したの。だから一発10連ガチャやらして。で、あのピックアップでポリーンさん、これはあのマリオオデッセイかな？マリオオデッセイの所長？市長？あんま詳しくないからわかんないけど。これ狙っていきましょう。それか車だね。ガチでルパンっぽくね？ルパンの車っぽくね？ちなみに、最初に、あの、チュートリアで引いて以来、初めてのガチャです。あ、金の土管ってどうなのこれ。うーわ、緊張するー。緊張するな、これ。発射！色違いとか出んのかな？おとりじゃないこれ。ダッシュ時間とポイントもっとプラス。え、めっちゃいいんじゃないこれ。いきなりいいの出たぞ。で、のこのこダッシュ。もう車はさ、これでいいじゃん、金の車で。もう他はもう、車じゃないの欲しい。キャラクター欲しいな。四つ目。キャラクターじゃないの欲しい。待って。ちょ、間違えた。キャラクターが欲しいんだ。キャラクターが欲しいのに、車ばっか出る。5個連続車だぞ、今。あ、のこのこー。のこのこ来ました。のこのことのこのこ。車もゲットしたね。あ、ベビーピーチ。これいいんじゃない意外と。さあ、8個目かな。車。嘘、10個目だった。終わっちゃった。終わってた。数も数えられないか。あ、違う、9個目だ。え？レア！あ、レア来た、レア来た。レア来ました。普通にいいの来ました。ヨッシーターボ。さ、ラスト。のこのこ、ここのこのこね。え、でもさ、いきなり来たよ。これマジでいいじゃん、イエローキャップ。やべえ。え、これやべえ。これやべえな。